はい、皆さん、こんばんは。ただいまご紹介いただきました、上智大学の中野浩一と申します。石原さんなどと一緒に市民連合の応援をやっています。今日は本当に貴重な機会をいただきありがとうございます。なんかもうすでに盛りだくさん、私もそろそろ帰ろうかなと思うんですが、まあ、皆さんも少し我慢して、話を聞いていただけたらというふうに思います。で、35分ぐらいいただきまして、会見分割ではなく安心協業をという割とこう固いタイトルなんですけれども、2つのことについて、ちょっとお話をしたいというふうに思っています。1つ目が、先々週までですね、6日間ぐらい、今年2回目なんですが、ちょっと台湾に行っておりました。それで岸田さんがですね、先ほどもお話がありました、田中陽子さんの方からお話がありましたけれども、しきりにですね、今日のウクライナが明日の東アジアかもしれないというようなことで、今の状況だとおそらく、暗にいわゆる台湾有事というものをですね、ほのめかしながら、会見、文化プロセスというものを、受け入れさせようとしているという状況があります。で、このことについて、私なりに、この間ちょっと考えて調べてきたことを踏まえてですね、どういう状況なのかなということについて、一体何が本当の、台湾有事と言われるものの背景にあるのかということについてちょっと考えてみたいというふうに思います。でそれを続けてですね、2つ目の点としてお話ししたいのは、じゃあその今のような状況で多くの人が、ある種こうパニックモードといいますか、戦争は嫌だなと思っていても、なんとなくアメリカと一緒に軍事力を強化した方が安心なんじゃないかと、安全なんじゃないかと、言ってみればヨーロッパ大使の影じゃないですけれども、ヨーロッパ大砲の影なんですかね、大砲の影によって安心安全ではちょっとよく分からないんですが、ただ発想としてはですね、黒田中さんがおっしゃったことですが、台米従属的な発想から、今までくっついてきて大丈夫なんだから、これから先もくっついていけばいいんじゃないかというような感じになってきているのかもしれません。で、このことについて、じゃあ、例えば皆さんの経験あるんじゃないかと思うんですが、救助なんて時代遅れだと、救助で日本が守れるのか、みたいなことをですね、言う人がいるわけですが、このことについてどう考えるかということでですね、救助と安全保障の関係について、私なりにこの間考えてきたこともお話しさせていただきたいというふうに思います。でまず、台湾有事は日本有事派というところなんですが、これご覧いただけますか。熊本ですね、熊本の台北で見かけた自転車なんです。でこれはレンタルというかですね、シェアしている自転車で、街中にこういうのがあった中に、一部こうやって熊本の絵が使われているものがあったんですね。で私も最初は無邪気に熊本だと思って写真撮ったんですよ。で私はこの風貌でというか、この体格なので、一時学生たちに熊本先生って言われたことがなぜかありまして、なんとなくこう親しみを覚えて写真を撮ったんですが、まるっきりのアホではないので、その後ですね、ちょっともうちょっとこれは何なのかなっていうのが気になって調べたんですね。でここのところちょっとご覧いただけますかね。左側の写真だと、右の方のちょっとスライス状になっているところに、グリーンっぽい下地のところに玉山っていうふうな感じで書いてあります。ご覧いただけるんじゃないかと思うんですね。で右側の方だと青い、これ逆側から撮った写真なんですけれども、同じ自転車を左側に E3 書いてありますが、それで上に玉山、熊本熊、上下って書いてあるんですけど、これ玉山というのがまた出ていて、熊本熊というのは熊のことなんですね、中国語で。で上下というのはカードの意味です。カードの意味の感じなんです。だからこういうカードだで、もっと右見ると、ひどく燃える登場みたいな感じで、いわゆる燃えキャラなのかなと、私ちょっとわからないように想像してるんですけれども、いずれにしてもこんなのがあったんですね。で、これだけだと微笑ましいんですけれども、何なのかなと思ってもうちょっと調べてみました。で、Google でこう調べたんですね。こういうのが出てきたんですね。これかというふうに思ったんですが、これは JCP がプレスリリースで出したもので、台湾の玉山銀行って書きますが、これ、中国語でイーサンって玉山のことを言うんだそうです。イーサン銀行。だからさっきイーサンがあるので、
愛称としてあったんですね。このイーサン銀行とクマモンの、カードというのを JCB が出しました。で九州エリアで優待サービスを提供します。で、まあ、これあのプレスリリースにいろいろ書いてある中には、日台友好の架け橋、九州エリア、とりわけ熊本県でのさらなる観光交流を深めることを期待している。で九州エリアでの当該カード会員限定の優待サービスを提供するということで、まあ、台湾の方にイーサン銀行でクレジットカード JCB を作って、あの九州に遊びに来てほしい。で台湾あの熊本に行ったりしたりすると、九州エリアだと割引サービスとかもあったりする、まあ、これも別になんか、そうなるという話なんですけれども、もうちょっと調べました。そしたらいろんな新聞出てきたんですけれども、これは日本経済新聞なんですが、台湾のイーサン銀行が福岡にして半導体事業の九州進出支援というのが、これは先月ですね、今10月に入ったところですから、9月4日先月の日本経済新聞であるんですけれども、イーサン銀行が福岡にしていました。台湾の銀行として東京に支店はあったんだけれども、今回台湾の銀行として初めて九州に支店を出した。で台湾企業の九州進出や九州企業のアジア展開を支援する、まあ、それでなんかこう熊本ということなのかなということに、あのご存知のように今熊本と福岡は新幹線でつながっていますから、とても近いんですね。で熊本がもう新幹線にちょっと通勤圏に入るという、あの日帰りが余裕でできちゃうという距離になっていますので、そういった形でですね、あの熊本ということなのかなと。ですが、さらに読んでると半導体受託生産の世界最大最大手台湾石体電路製造 TSMC の熊本進出を機にこういうことになっているという説明があるんですね。でこれは福岡市のこの間の再選したばっかりの福岡市長というのが安倍さんと麻生さんと近くって菅さんとも近いという人がですね、あの肝煎りでやっている福岡駅前の再開発プロジェクトのビルの中にこの23銀行が入るという話になっていて、この最後のところでですね、TSMC というですね、これは台湾セミコンダクターマニファクチャリングオーソーカーカンパニーということで、まあ、台湾の半導体の製造する会社なわけですね、もちろん。で、これは熊本に進出すると。例えば聞いたことがあった。で、さらに調べるとこれとつながってくると。これ、読売新聞で、9月29日ですから、つい先週、先々週ぐらいですか。半導体受託製造大手の台湾石炭電動製造 TSMC が熊本県菊陽町で建設を進めている工場の完成が近づいている。シリコンアイランドの復活に向けて波及効果をさらに拡大できるかが焦点となるということで、こう図も真ん中に TSMC がありましてですね、従業員と家族が750人が駐在予定、投資額も86億ドル、4円にして約1兆2000億円ということで、右上にですね、書いてありますけれども、ホテルや商業施設、住宅の開発が相次ぐ、台湾、イーサン銀行が福岡にしてというようなことも書いてありますね。左の下の方だと、交通というところで熊本と台湾の航空直行便が就航する、都市高速道路の整備検討というようなことで、半導体補助ができることによって、熊本大学の半導体の進学校を来週に開設するとかですね、いろいろとこうあの盛り上がるというのが、ある種地域おこし的なストーリーが見えていると思うんですね。左下の方にあのシリコンアイランドの復活っていうふうに書いてあります。これもあの正直皆さんの年齢の方たちだとご記憶かもしれません、学生たちだという気もあるんですけれども、昔1980年代とか90年代ぐらいまでは日本の半導体企業というのが世界を席巻していた時代があったんですね。でその頃は九州が一大、まあ、産地になっていて、一説にはその当時の世界で出回っている半導体の 10% とか何とかが九州で作られたということで、シリコンアイランドという名前があったんですね、まあ、ところがこれ半導体摩擦というのでアメリカに睨まれて、まあ、それだけが理由ではないけれども大きく衰退してしまって、まあ東芝とかご存知の通り、かなり厳しい状況にその後なったということになっていきます。でこれを復活させようというような、花やかになっている。で米中半導体戦争の焦点として台湾があるということがその次に浮かび上がってくるわけですね。これ NHK の国
国際ニュースナビというホームページに出てきて、まあ、おそらく NHK で放送した番組の内容をちょっとまとめているホームページだと思います。ご関心の方は後でちょっとまた調べていただきたいんですが、左上にちょっとお兄さんの顔がありますけれども、この方はですね、アメリカの方で、クリス・ミラーさんというのかな、半導体戦争という本を書いてベストセラーになっているということが紹介されていて、今ですね、右上の方なんですけれども、半導体というのが非常に重要になっているので、品薄になっているということを、皆さん、ご経験の方がいらっしゃると思うんですね。うちも去年のビューラーとか、給湯器が壊れたので、半導体が入らないから、しばらく我慢してくださいとか言われて、すごい辛い思いをしたことがあるんですけれども、それぐらいのレベルまで半導体がないという状況が今あるわけですけれども、実はこの半導体というのが、さっきの田中先生のリアルユースの話じゃないですけれども、民間レベルで使うようなものから、軍事で使うような、そして今日本がですね、ウクライナに、民生用だということで、ドローンまで与えるように、交戦中のウクライナに供与するようになってしまっているわけですけれども、ドローンなんかももちろん、半導体を使っているわけですね。で、もちろん、どんどん高度なことをやればやるほど、より高度な半導体が必要になってくるということで、今、半導体が再び、特に米中のライバル関係の大きなせめぎ合いのところになっている。有名なところだと、中国企業の IT で、IT というか、携帯のファーウェイというところが、やたらとこう目の敵にされて、いろいろとぶつかっていることっていうのを、ニュースなどで、ご記憶の方がいらっしゃると思うんですけれども、iPhone だったりとかですね、あるいは Huawei が予想に反してかなり高度な 5G に対応する携帯を今度また出したというようなことで、経済的な部分でも責任があるし、実はこれは軍事にとっても非常に重要なものなので、中国がかなり大きく進んでる、始めているということに対して、アメリカが相当焦っているということになる。で、なぜかといったら、これはですね、左下のところなんですけれども、小さくてすみませんが、台湾化が起きてしまう。ということになったんですね。世界の特に高性能の半導体というのが台湾産のものにかなりもう独占に近い状態になるということで、これが大きな焦点になっている。アメリカが言っているのはこれは大きなリスクだ。つまり台湾有事ということになったら台湾の半導体工場が壊されてしまう。そういうことになってくるとアメリカや世界経済にも大きな影響が出てくるし、アメリカの軍事戦略から考えてみても、これは、まずいという、そういう話になってくるわけですね。で、その中で、これ右の方なんですけど、右下の方なんですが、バイデンさんがこう見えますが、バイデンさんも日本の政府がやってるのと同じように、半導体の国産化というものを熱心に進めつつあるという状況があるわけですね。で、その中でもちろん TSMC と協力をしてということもあれば、TSMC は今、盛んに日本に限らずヨーロッパなどにも半導体工場を作るというようなことで、移転を始めているというようなこともあるんですが、移転というか工場を新築したりとかということで、かなり大きなブームになっているというのがあるんですけれども、同時にですね、アメリカも台湾に依存していたらまずいと、自分たちでも作るし、日本も作れるというような形でですね、そして台湾の技術者が、例えば中国に行ってしまって、中国で生産、あるいは技術の向上というのに貢献してしまうと、まずいというようなことでですね、経済と軍事が一体化となった、すでに戦争と呼んでもおかしくないようなせめぎ合いというのが、台湾を焦点として行われているということがあるということになってくるんです。で、台湾有事は煽って、ウハウハな人たちって書いてある、これウハウハなとか、ウハウハな、ウハな人たちって書きたかったんですけど、左側がですね、木原の防衛大臣。この人、最近防衛大臣としてですね、浜田靖一さんが浜コンの息子に交代して、内閣改造で突然出てきた防衛大臣ですが、この人実はですね、日華婚と言われる日華銀婚団体の事務局長をやっていた人なんです。この時の華というのは中華の華ですけれども、中華民国、つまり台湾の国なんですね。日中議連ではなくて、日華銀婚団体という台湾、台湾国というふうに平たく言っちゃえばそういうことになるんですが、自民党の中ではかなり右側の人たちが中心となって、台湾との連携を、自民党で担っているところの事務局長をやっている人が実は熊本一家選出で、工場が移るのは熊本三区なんですけど、熊本の中です。
でですね、そういうようなことで、この人が、これロイターだったかな、あの台湾有事から日本はポーランドのような役割を果たすというようなことをですね、まあ、言っていたと。これ、防衛大臣じゃないんですけどね、そういうようなことがあったということで、つまりもう台湾有事を前提にして、日本がウクライナに対してポーランドが NATO の最前線になっていて、まあ、直接まだ戦争には入っていないけれども、誤ってこうミサイルがちょっと入ってきちゃうようなことになったりすると、一気に下手したら NATO まで参戦しかねないというような状況になっているわけですけれども、ポーランドは実は今すごくお金が流れているわけですね。つまり、ウクライナを支えるというようなことで言うと、そこが最前線ということになってくるというので、実際にポーランドの中にはかなりいろんな意見があったりとか、あるいはポーランドの民主主義も相当危ういものになっているわけですが、そんなことは構わないと。ロシアと戦うというようなことで、ポーランドの流れで、これ随分率直というか、なんていうか正直なこと言っちゃってるなというふうに思うんですが、まあ、つまりウクライナ戦争が起きているときにポーランドはまだ戦争になってないわけですね。であるいはポーランドはある種のこう好景気というかこうお金が流れている状態になります。でそれと同じようにですね、熊本とか九州を中心に日本も台湾が危機がどんどん迫っていくと、そして下手したら戦争になると、まあ、割といいことが起きるよみたいな感じの話になっちゃったんですね。支援するっていうふうに言えば聞こえはいいし、まあ、そういう面もないとは言わないけど、ただこのことによって日本がまあ、ここでは何て言うんですか、台湾を支えるということで言ってるんだと思うんですけれども、ただ文脈としてみるとですね、そうやって工場が移転してきたりというようなことで、台湾が危ないということになってくれば、じゃあ台湾の技術者も含めてどんどんこっちに呼び寄せようというようなことになりかねないという状況になるわけです。で、その隣がその各社ご存知、自民党副総裁福岡派ですよね。だから福岡っていうことで言えば九州に財閥を持っている福岡、麻生さんですから、で、この方がですね、台湾に呼ばれて出かけていって戦う覚悟と言ってたわけですから、だからまあ、随分な話だというふうに思うわけですけれども、この辺にこの人たちが利権という面に関わってないとちょっと思いにくいわけですね。で、ここにもちょっと書いてあります。これ、朝日の記事ですけれども、再生権は歓迎の一方、観光客が点々点となっているんですけれども、やっぱりそうやって台湾有事だというふうになってくると、これだけ笑われているとですね、気軽に出かけるのかなという話に、下手したらなっていかないわけですね。当然、中国からの観光客だって、もちろん今、台湾だけの事情じゃないけれども、難しくなっているというようなことになっている。経済的にも台湾が戦争になってくるということであれば、会社を移転した方がいいんじゃないか、工場を移転した方がいいんじゃないかということになりかねない状況であるので、一方では台湾の中でかなり勇ましくですね、アメリカや日本が守ってくれるから、中国と戦争してもいいんじゃないかというような人もいないわけではもちろんないわけです。ただ、そうである一方でですね、現実としては、戦争なんかになってしまえば、もちろん戦場になるのは台湾なわけですから、そういうことになってくると、じゃあ日本はどうなるかって言ったら、向こうでですね、絶対自分の戦争に行かない人が言ってたんですよね。そういう状況が今あるということになっています。で、台湾有事ということについてですね、これ全く実態がないというふうに私も言いますけど、ただですね、台湾に今2月に行って、今回はまた9月に行っていたんですけれども、実は出た時にですね、これ9月の18日とか16、17、18ぐらい の頃のニュースで、ちょっと正確には覚えてないんですが、日本でも報道されたところがあって、夜、で私もちょっと台北にいたんですけれども、Yahoo のポータルサイトで見て、こんなことがニュースになったんだと思ったんですが、台湾海峡に中国軍機が多数飛来して、1日で延べ103機飛んだということを、うなずいてらっしゃる方もいるので、多分日本でそのニュース見たという方もいらっしゃると思うんですね。で、この間、中国や台湾のニュースって多分こんなのばっかりじゃないですか。中国のニュースになってくると、一時は爆買いみたいな感じになるんですね。迷惑みたいな感じのトーンで、ある種悪魔化をしていたわけですが、最近のニュースってことになると、必ず軍艦が背景にあったり、戦争、戦闘機がこう飛んでる中で中国がこうやってやっとやってるみたいな話ばっかりやたらと流されるんですね。で、この時台北にいてですね、私はヤフーのポータルサイトを見るまで、地元のニュースもよくわからないけど、一応つけてたりするわけです。で、患者がバーって出てきたりするから、まあなんとなく想像がついて、人に聞いて教えてもらったりしていたんですけれども、このニュースが流れなかったわけではないんですけれども、私の見た感じだと日本でもビッグニュースなんですね。
なんでかって言ったら、台湾は逆に日本でほとんど報道されてないんですが、今のここのところの台湾政治の一大事は卵なんです。鶏卵。で、鶏卵が鳥インフルエンザで不足してしまって、今の民進党政権というのは中国とのパイプが完全に途絶しちゃってる状況なので、で、そういう状況の中でどうしたかって言ったら、中国から輸入をしたくないし、頼みたくない。実はワクチンでも同じ問題が起きてますね。中国産のワクチンというものを入れたくないから、あでもない、こうでもないと言って、民進党政権がこの間かなり支持率が落ちたり、批判を浴びてきて、地方選でも負けたということの背景には、過去の反中政策というものが逆にですね、国民生活に影響を与えるようになってきてしまう。で、その中で卵に関してはですね、実は輸入量というのは、なんとブラジルとかですね、そういうところからやってきて、持ってきたらいいんだけど、腐ってたとかですね。それで結局大量廃棄したというので、私が言った時に農業部長って書いてありますけど、農業大臣が辞任をするというようなことが起きてたんです。で、これがもうビッグニュースなんですよ。どのチャンネルつけてもこの話ばっかりしてるんです。で、なんでなのかって聞いたら、一つには慣れてるから。もうそんな中国側が、どういうことをやってるのか、別に攻めてくるって言っちゃなくて、独立するとか言うなよっていう格好をしてる。あるいは、日米が台湾との、関係を深めているというようなことで、なってくると、それに対して反応しているというようなことがメインということなんですね。で、そういう状況の中で、改めて考えてみたいです。バイデン政権の統合抑止力戦略と日本の軍事関係を書きましたが、先にあるのはアメリカの安保三文書なんです。安保三文書っていうのは日本がある日突然やるっていうんじゃなくて、アメリカで先に安保三文書っていうのを作り直したんですね、バイデン政権。で、その時のキーワードになっているのが統合抑止っていう考え方なんです。統合抑止は何かって言ったら、赤い色の四角で2つ書いた、この2点の組み合わせというふうに単純に言えば言えると思うんですが、軍事分野と非軍事分野が統合されると。つまり先ほど言ったように半導体みたいにですね、科学技術でもあり、経済でもあり、軍事転用もできるということがあるから、半導体をめぐる攻め合いというのは、そもそもそれが国家安全保障の戦略の要なんだということで、経済と軍事、科学技術のもう境目がなくなっていくというようなことが、統合抑止の一つの意味なんです。つまり軍事力だけで抑止するんじゃなくて、科学技術や経済面でも相手を抑止していく、相手を閉じ込むというような発想にアメリカが動いていく。そして二つ目の点は、それをアメリカだけでやるんじゃなくて、同盟国や有志国というふうに彼らが呼んでいるような、日本や韓国などの国々と一緒に軍事、外交、経済協調を網羅した形で統合すると。つまり日本にもやらせるということになってきているわけですね。で、その結果ですね、これも田中さんが触れ合ったことが多数出てますが、安保三文書の改定的基地攻撃能力の確保、これアメリカがやっていたことを日本が代わりにやるようになるということで、統合抑止的にアメリカからするとグッドになってます。記者さんよくやった。それで防衛費大増額してアメリカで使えなくなっている武器をたくさん買うということで、アメリカの軍需産業を助けるということをやる。あるいは日本国内でもそういった方向をもっと推していって、軍事産業が失敗したらそれを国有化するというようなことも進める。南西諸島を軍事要塞化する。あるいは経済安全保障も最近盛んに言って高い価格に出てますけれども、これから特定秘密保護法の改悪に近いというふうに言われているセキュリティクリアランスということで、民間企業で働いている人たちについてもですね、先ほどの田中さんの話でも軍学共同ということであって、軍事研究やっちゃうと研究が秘密になっちゃうというのと同じように、企業にもそうやって秘密を持たせていくということの代わりに、一般の会社とかも含めてですね、セキュリティがチェックされていくというようなことで、軍事が経済に優先していくという形で軍事と経済の統合が進んでいくというようなこと、軍事研究の推進、日本学術会議、大学への攻撃というのはそういうことでありますし、ここには東京新聞の記事もちょっと、貼りました。じゃあですね、台湾や日本が戦場にあるこういう米中戦争をいかに回避していくのか。つまりアメリカからすると統合抑止というふうに言っているように、大事なのは自分たちの軍事的な優位性だけではなくて、経済や科学技術によってというのは、実はですね、東アジアにおいて確かに中国の軍拡が進んできていて、その結果アメリカの優位性がだんだん下がってきているというのは事実なんですが、世界的に見ればですよ、
アメリカみたいな軍事超大国に中国が追いつくっていうのは、今全然そんな状況は見えないわけです。まあ、だって国が傾くぐらい軍需産業をずっと使ってきてる国なわけですから、何年でもなくですね。そんなところに追いつく国っていうのは、いくら中国ってそこまでいかないわけです。で、そういうような状況の中で、しかし、科学技術の特定の分野だったりとか、経済面では中国の方が優位に立ちつつある。で、そういうことがアメリカにとっては、これは安全保障上の危機だという位置づけになっているわけです。で、そうなってくると、同盟国なども使って、あるいは台湾や日本を戦場にして、ここらで一応中国を叩いておくかという話になりかねないわけです。で、アメリカの思い描く戦争と日本が思い描く戦争はだいぶ変わってくるでしょうというようなことになってくるわけですが、じゃあなんでそんなことなのに日本は安全になるんだと、アメリカについていれば安心だと言えるのかというロジックですね、旗振りをちょっとおさらいしておきたいと思うんです。こちらですね、憲法の第9条。九条が書いてある専門じゃないかもしれませんが、皆さんもそうじゃないと思います。全文、そして第13条というのが出てきます。これ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、いわゆる1972年の政府見解、つまり集団的自衛権はダメ、個別的自衛権に限って許されるという、日本の自民党政府が何十年となく、2014年の7月1日の集団的自衛権の行使を容認した解釈改憲やるまでずっと維持してきた、私じゃなくて日本政府の安全保障の憲法上の根拠がこの3つの条文に限られているわけです。何かと言ったら9条があるだけれども、全文で平和的生存権が謳われていて、13条で生命、自由、幸福、追求に対する国民の権利は最大の尊重を必要とするというふうに言っているから、もし日本が攻撃を受けてそれを外交によって除去できないときには、必要最小限の実力でそれを追い出すところまでできるっていうのが個別的自衛権の範囲で、そんなことも起きてないのに他国の戦争に入ってくるなんていうことはできないということを言ったのが、この9条と、まあ、全部もそうですけれども、特に13条との関係で導き出されていた論理なわけですね。で、これがだから戦後日本の安全保障政策、戦後レジームというのが現実だったわけです。9条だけでもちろん済んだらよかったわけですけれども、日本政府がどういう理屈を立てていたかといったら、それは9条があって13条があった、だから自衛隊はそれによって縛られていて個別的自衛権しかできない、先ほど言ったように違法性、つまり侵略を受けた、そして必要性、外交で除去できなかった、その場合均衡の取れた、つまり相手を追い出すというところだけ後押しちゃいけないし、先制攻撃なんて持ってるのか、そういう均衡が取れた反応までは許されるということを苦渋の策でギリギリ導き出していたわけですね。で、日米同盟というのはあったけれども、しかしそれはアメリカ側が集団的自衛権を行使するのであって、日本側は個別的自衛権だけだと。で、もちろん沖縄などの米軍基地があって、条約地域が日本になっているというようなことで、日本は、まあ、ただ実際には沖縄の基地からベトナム戦争に出かけていったりとか、その前に朝鮮戦争に行ったりとか、日本が手に血がついてないとは言いません。そして特に沖縄の方たちなどを中心に米軍基地の権利においては平和の現実があったんだということは当然あるにしても、これが戦後レジームの実際だということになるわけです。ところが2014年の解釈改定と2015年の安保法制、戦争法で何が起きたかといったら、日本国憲法がほぼ制定されてしまった。この論理が飛んでって、9条と13条で個別的自衛権しかできない、集団的自衛権はしかできない、集団的自衛権はできないと言っていたのに、結論の部分だけ変えて、世界の安全保障環境が変わったから、限定的な集団的自衛権なら行使ができるという、むちゃくちゃな話を導き出したというようなことになるわけです。そうすると、個別的自衛権というだけだったというところから、集団的自衛権もできる。今に至っては定期攻撃能力を確保したり、南西諸島の軍事化まで進めることができるというようなことで、どん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 エスカレートしていく。さらにですね、日米同盟が発動するのが、日本が侵略を受けて日本を守るときだけではなくて、存立危機事態ということで、日本にとって直接日本が侵害を受けていない戦争が起きたのに、風が吹けば桶屋が儲かるじゃないけれども、例えばアメリカは戦争状態に入ったというようなことによって、日本がひっくり返るという無茶なことを言い出して、
そうすると、そういう場合には日本が集団的自衛権を行使するということにしたわけですね。だから、完全に型が外れた新しい戦前のレジームになってしまったというのは、現状こういうことが続いてしまえば、日本はもはや憲法が保護された状態にあるということになっています。ただ、日米同盟の際限ない強化による統合抑止は一体何を意味するのかということを考えていきたいんですが、立憲民主主義が無効化されてしまう。つまり、憲法上のコントロールも国会を通じた、あるいは私たちのデモや集会を通じた民主的な統制、権力の抑制、それが効かなくなってくるという状態が今続いてしまっているわけですよね。そしてどんどんそれが悪化していっている。その中で、経済や科学技術、学術研究、情報が全て軍事、安全保障の下辺にされつつある。全てそこに従属するものにしようとしている。だから、先ほどから研究があるような日本学術会議に対する介入だったりもそうですけれども、大学に対して大学ファンドだなというような形で、大学の自治を壊していこうというふうにしているというのは、自由の砦としてある大学を潰して、いうことを聞かして、軍事研究にも参加していくというような形にして、軍事国家を作っていこうというような流れの中で当然理解しなくてはいけない。しかもですね、情報戦や経済戦争はすでに始まっている。これ、まあ、怖いことなんですよね。なんでかって言ったら、戦争というのは、今の状況においても、例えばですね、突然明日台湾を中国が侵略することはないし、アメリカが突然そうやって戦争を始めるということも東アジアにおいてはないわけです。なぜかといったら、それはそこに至るまで段階があると思います。ただ、その至る段階でいきなり軍事的な衝突が起きて、武力による戦争が起きるんじゃなくて、その前に情報戦や経済戦争が始まっていくわけです。これでもっと悪くなっていったら、経済封鎖とかそういう話になっていくわけですよね。貿易が完全に断ち切られるという話になっていくわけです。で、そういうふうになって、ニッチもサッチもいかなくなってから、軍事的な戦争が始まるということになるわけですが、その前兆としての情報戦や経済戦争は残念ながら始まっている状況になるわけです。これがこの先どこまで続いていくのか、そして本当の戦争についていってしまうのか、わかりませんが、まあメディアの論調を見てもわかりますよね。先ほどから言っているように、確かに中国政府がやっていることというのはいろんな問題がある。まあしかし、他国に説教を垂れるほどの立派なことをうちがやっているのかという視点もなし、そしてかつて侵略して殺害した、略奪をした、強姦をしたということをきちんと直視することもせずに、専制主義国家だというふうに責め立てる。ましてや、台湾有事が日本有事だったんですね。幸福実現党だと今度は台湾を見捨てられて意味がわからなくなってるんですよ。見捨てたって植民地支配してたんだってな。そういう話なわけですが、なんかもうそういうのはすっかりすっ飛んじゃって、正義の味方、アメリカと一緒に今度は中国と戦うぞみたいな話になって、その準備をするかのように、さまざまな交流が困難になっていて、中国イコール悪みたいな感じの刷り込みがされていくわけですよね。で、政府が何をやってる、それについての批判と、中国の人たちがどうなるかということっていうのは、もちろん切り離して考えなきゃいけないのに、中国人イコールモラルがなってない、マナーがなってないみたいなことばっかり、いっぱい書いてるかもしれないですか。あるいは金ばっかり考えてるとか。もうメディアっていうと、もうすでにそういう話ばっかり書いてある。私は1970年生まれなんですけど、そういうストーリーなかなかちょっとなんかバカじゃないかなってやっぱり思うところがあるのは、皆さんももちろんよくご存知だと思うんですけど、中国残留孤児だったじゃないですか。植民地支配してあれだけの落語好きがあった日本の子供が何らかの事情で後ろに取り残されてたのに育てた人たちがいたわけじゃないですか。で、そういうことっていうのを振り返った時に、なんかそうやって悪魔化できる心理が正直よくわからないんですね。いろんな人は当然いると思うんですよ。中国だって日本にもいらっしゃるよ。だけど、なんか民族そのものが悪みたいな感じにするっていうのは、およそなんか精神に耐えないずれ方があって、道徳感がないのって、ちょっとそれは違うんじゃないのっていうのがあるんですが、ただそういう歴史的な記憶が、その、戦争孤児の、残留孤児なんて、要は戦争で逃げた時の孤児なんですから、そういうことを考えればよくわかるんですけど、戦争って終わった瞬間に終わらないじゃないですか。で、私はだから、いまだに新宿の駅のところにいた少尉軍人の姿とか思い出すんですよ、やっぱり。
あるいはアニメを見ると、みなしこ8だなんだの、やたらとみなしこの設定が多いなんだ。で、それは戦争の傷跡がその後も続いてたわけですよ。ところが、それがどんどん希薄になっていくっていう状況の中で、戦争のリアルというものが分からなくなっている世代が確かに出てて、そこにつけ込む、そもそも岸信介の孫みたいな人たちで、戦争の時は満州国でトップやってましたみたいな人。そういう人たちの戦争体験、戦争観というものに、若い人たちを中心に、あるいは教育を連れてきた人たち、あるいはメディアのそういう印象操作に乗っちゃった人たちが引き継ぎ上げ始めているというような状況がありますので、あると思うんですね。だけれども、実際にはその情報戦や経済戦争の中で先ほど見したように、日本の支配層はそこに儲けの確保と権力と統制強化の道を見出しているわけです。戦争が来るぞといえば黙らせられると。こんな人たちに負けていいんですかという話で、私たちみたいな人間は非国民で平和ボケしていて、日本の安全保障をリスクにさらしている連中だから、というようなことで黙らせることができる。そういうような国内の権力の欲望によって突き落とされて動いている部分もある。だけど実際に米中戦争になれば、台湾や日本が戦場になって、13条で言っている国民の生命、自由、交通、追求権というのは、飛びすぎ事件の根拠だったのに、そういう状況で戦争になったら、それも守れないじゃないですか。で、そんな論理矛盾を果たしているということになるわけです。ちょっと時間になっちゃったので、この先はちょっと駆け足をしたいと思います。抑止というようなことが盛んに言われていますが、抑止というのは、ここに書いたように、D という外に出すという意味と、TR というのはテロと同じで、恐怖を与えることによって戦争を未然に防ぐというやつなんです。相手を脅せばいい。で、それでアメリカ銃社会になるわけですよ。で、アメリカチャンネルなんてなってないじゃないですか。だから、軍拡すれば安全になるって発想はそこなんです。威嚇すれば相手だけになるというふうに思う。ところが、現実の安全保障のジレンマといって、威嚇をしたら帰って向こうもなんでやる気かって言って、向こうも威嚇をするようになって、威嚇をやめた同士の睨み合いみたいな。どっちかが切れちゃったときに戦争が起きるというようなことになるのが安全保障の違いなんです。統合抑止なんていうふうに言うとなんかもっともらしいですけれども、これで抑止に失敗すれば第三次世界大戦になる核戦争になるというようなことになる。しかしアメリカだってそのことは分かっているから、先ほど田中さんもおっしゃってたように、日本が戦場になったって本当は来ないかもしれない。台湾が戦場になったって来ないかもしれない。だって同盟を結んでいるのはアメリカを守るために、アメリカの国益のためにやってるわけだ。ボランティアで人がいるからやってるわけじゃないじゃないですか。そうするとアメリカの利益に絡んだったらやるけれども、やらないっていうオプションだってあるし、実際に直接やるようになっちゃったら核戦争になりかねない、中国やロシアとか。そしたら代理戦争にされてしまうというようなことがある。日本から見ると、日本がしないでいい戦争に巻き込まれることになってしまうという可能性が同盟を強化するとあるということになる。で、そこで必要なのは何かといったら、最低限に必要なのが安心供与で、抑止なんてことを言ってれば余計そうなんですが、こっちからやるつもりないですよっていうことを伝えなければいけないっていうのが安全保障研究でも言われていることなんです。信頼醸成と言ってもいいし、あるいはここを超えたらさすがにうちも黙ってないと。ただ、ここを超えなければ我々は絶対にやりませんということを明確にしないといけない。それができていない状態である。9条で国が守れるのかと言われたらですね、9条は日本の安全保障に大きく貢献してきたし、この間安倍さんが言ってきたこと、あるいはその後も今も岸田さん言ってることに反してですね、ここまで保護にしてしまったことでかえって危険が増してるじゃないですか。だって麻生さん、安倍さんの副総理だった人が今も副総裁やってて、それで戦う覚悟があるかって言ってるでしょ。安倍さんこれでおじいちゃんおばあちゃん安心だって言ってたじゃないですか。紙芝みたいなものを出して、集団的自衛権やるから、日本はこれまで以上に安全になると言ってたのが、数年経ったら戦う覚悟あるのに、あんたが守るじゃなかったのか。戦う覚悟を見せなきゃいけない。話が全然違うわけですよね。守ってあげるって言ってたのが、思い切って戦う覚悟を見せろって話になったんです。中国など、近隣諸国に対して戦後日本が与えた最大の安心供与として機能した。日本はかつて中国などの近隣諸国に対してひどいことをした。侵略戦争だった。しかし、9条があるから、割と最近までは中国は日本から戦争してくるということはないだろうと思ってくれていたんです。自衛隊がこれだけ大きくなって、日米同盟があったのに、そういうふうに理解してくれたんです。もうダメです。今の状況だと。
もう日本は戦争にアメリカが一緒に来るという前提に中国の考え方、政府の考え方は変わっています。そういう意味で安心教育を損ねてしまっているわけです。球場が今無効化されているような状況であるということが、アメリカの戦争に巻き込まれるのを止めてきた。球場が個別的自衛権までしか制限できないということによって、アメリカが戦ってきた朝鮮戦争やベトナム戦争にも参加しないで断ることができた。ところが他国でやっている戦争にまで日本は行くことになってしまっているから、日本の安全保障につながっているわけがないじゃないですか。そして13条などと一緒に25条などもそうですが、戦争ではなく国民の生命と自由と暮らしを国政上優先すると、9条が戦力を放棄、不保持するということを言って、13条で国民生活を守ることが政治がやることだということを言い切っていることによって、日本の戦後はあったわけです。で、今こそ大事なのが9条と13条の連携プレーが戦後の平和国家を支えてきた。これを完全に保護にされてしまったら、新しい戦前を迎える軍需国家に併用していってしまう。経済も科学技術も全てが軍事のために従属する形に本当になっていってしまう。いつか来た道というのはそういう意味です。天皇制が変わったとか何か変わったとかいう話になって、戦争する中で一部の人たちが権力を牛耳るようになって、富を独占するようになってきて、そうして一般の庶民の生活がないがしろにされて、優先されるものが軍事力ということになってしまう。で、この間ですね、憲法が、明文がそのままであるにもかかわらず、無原則に例外を作ってきたわけです。記憶に新しいですよね、岸田さんの。日本の平和主義はこれまでと一切変わりません。まあ、本当になくてですか、よく言うよなと思うわけですけれども、そういうことを繰り返し繰り返し言ってるわけです。これ、私たちもよく言うよなと思うけど、もう、まあ、それで嘘が通じているという人たちもいると思うんですけど、これ他国から見たらそんなことあるかないだろうと思うんですね。で、今までは9条で日本はせいぜい自分を守ることしかしないと言ってたのが、今やアメリカと一緒にいろいろやるかもしれないし、敵基地攻撃能力で下手したら先制攻撃してるかもしれないというところまで行ったらですね、それは例外なのかどこが本当にそうなのかわからないんです。もっとびっくりするのはアメリカも知らないんですよ。アメリカもどうしたら日本が再選するのか、参戦するのかってはっきり分かってないんですよ。だって私たちが大騒ぎしたら参戦できなくなる可能性がある。するのをしないのかって。だから誰がどういう状況になったら戦争になるのかっていうのを、中国もアメリカも日本の私たちも知らないっていう状況。全てはその時の戦争を仕掛けた人たちが、どれだけメディアを動員して、電通を動員して、何をやって、わーってやって、その免許を盛り上げていくのか、それとも私たちが、憲法を守らせて、憲法の本気に戻って、国民の生命、自由、幸福を守るために、追求する権利を守るためにやるということで、立憲民主主義を立て直すことこそが、平和を作ることになるというふうに思うんです。どうもすいません、ちょっと時間がありがとうございました。